道動画アウトレット。8月乗り場に電車中の列車は19時35分発特急潮風25号松山行きです。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。ご乗車の際は足元に十分ご注意ください。小さなお子様をお連れのお客様は手をつないでご乗車ください。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんばんは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は岡山駅8番乗り場に停車中の8000系特急潮風号編成動画と発車映像の動画です。はい、今回はですね、8000系の特急潮風号が岡山駅に、ね、停車中の様子をお届けしたんですけれども、そして発車ですね。今回の動画は、7月ですねに撮影した動画なんでちょっと前なんですけれども、はい、岡山駅にね、行った時に撮影してた動画をまだ公開してなかったんで今回公開してみました。まあ、あの入線は撮れてなかったんですけれども、もうホームに行ったら止まってたんで、ただまだね、車内清掃中ということで、編成のね、動画を撮りつつ、車内のね、
あの自由席、指定席、そしてグリーン車のね、あの座席の違いみたいなのも、あの窓越しから撮影したりというふうに今回はしてみました。はい。特急使用カセゴね、自由席は、座席はリニューアルしてなくてだったと思います。あの、前からというか、のもので、指定席はリニューアルしてるんですよね。で、グリーン車もリニューアルしてるのかな。なんですけれども、なんか、まあ、あの、噂というか、では、あの、リニューアルしていない、自由席の方が、まあ、座り心地がいいんじゃないかって説っていうのがあるんですけれども、まあ、どうなんでしょうかね。あの、指定席の方ですね、は、見た目はなんか豪華に見えるんですけれど、座り心地が悪いっていう話をなんかネットで見た記憶があります。で、グリーン車も、リニューアルする前の方が良かったっていうのをなんか見た気がしますね。どうなんでしょうかね。はい。というわけで、今回の動画、もし良かったなと思っていただきましたら高評価、あんまり良くないなと思われましたら低評価でも構いませんので評価よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。まだチャンネル登録ね、されていらっしゃらない方、いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をしていただいて、で、他の動画もね、見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。